てしない大空と広い大地のその中でいつ…あ、どうも、ウォシです。今日は今日ね、寝癖まだセットしてなくて寝癖があったんで、ちょっと帽子かぶりました。どうも、改めましてウォシです。今回ですね、10月11日にラベリオ学園さんの生徒さんがうちのお店に、まあ、来るだけじゃなく、中学校3年生がコンサル的な感じで、まあ、うちのお店を盛り上げたいと言っていただいて、中学校3年生が考えて、文章も全部考えたチラシを作って、そのチラシを配りから始まって、で、まあ、11日金曜日の日に、ランチを手伝いにしてくれるということで、今回その動画を回しますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。せーの、デューン。果てしない。じゃあちょっとチラシ作ってきたんですけど、はいはい、このキャラがね、キャラがいい、作ってきました。このキャラこれがいいね、これいいっすね。QR コードって、うん、インスタのは作れたんですけど、YouTube のは作れなくて。ああ、なるほどね。でもインスタのとこから、インスタのプロフィールに YouTube の URL ありまして、うん、だからそこから、そうだね、そこから入れるから。あれ、これ見た目は怖いっていうの。見た目は怖いって入ってる、見た目は怖い。あとここにじゃ写真と卵と海鮮丼の写真。で、当日11日は11時半じゃなく11時からスタートっていう感じで、あ、配るときに、配るときに、そうだね、言ってもらって OK です。で、今何年生だっけ。中3だもんね。中3でもう完全なる普通に仕事じゃん。チラシ作って計画して、ね、大変で、いや大変でしょ。だってこれを仕事としてやってる人たちが大人でいるわけだから、それを今中学生がやってたから、それは大変でしょ。11日の午後もランチ終わった後だけど、配った方がいいですね。もしも配ってもらえるんだと、その方がいいですね。助かります。そこまでやってくれちゃう。やりますよ。で、当日は何かやるっていうか、何か提案してきた。利益とかいろいろ難しいから、うん、それ一旦なしにして、うん、とりあえずチラシで配って、うん、お客さん呼び込もうって感じになりました。なるほどね。あ、これ写真使わせていただきます。ああ、 OKOK、 お願いします。大将の紹介がちょっと短いかなって思ってるんですけど、いやでもいいんじゃない。あいつそのくらいで、見た目が怖いかもしれませんが、とても明るくフレンドリーで、見た目が怖いかもしれませんが、とても明るくフレンドリーで話し合ってるぐらいでいいんじゃない。かえってそのぐらいが失礼だけど。え、これって何、もう他の違う会社っていうか、そういうとこにも行ってこうやってやってるの。はい、いろいろみんな分かれて学校 PR したり、お店を PR したり、その新しい商品作ったりとかやってます。すごいな。でもね、当日ね、なんかね、どうしよう、せめてさ、あれにしようか、その配ってチラシを、そしてちゃんと持ってきてもらって、持ってきた人にはじゃんけんしてもらって、僕たちで買ったら100円引きにしますにしようか。ああ、うん、じゃあ、でちゃんとチラシ持ってきてくださいって、来るときはチラシを持ってきてくださいって言ってもらって、でそのチラシを持ってきてもらったお客さんに関しては、当日お店に来てじゃんけんして、僕たちに買ったら100円引きになりますね。行きましょう。なるほど。当日はチラシ持ってきた人はってことですか。そう、10月の11日の金曜日のみで、じゃんけんに買ったら、そういうちょっとした楽しみないとね。
どうせだからね。ちゃんとじゃんけんの練習しといてよ。最初はグー、じゃんけんポー。おお、最初はグー、じゃんけんポイ。俺が言えるのか。ね、どうせだからね、なんかちょっとぐらいね、その日限定で楽しくしないとさ。せっかくここまでやってもらってるならね、やっぱ最低盛り上がってもらわないとね、多少。職場体験はあくまでもこう来て。ちょっとこうやってみたいな感じだからね。今回はもうこの広告チラシを作るとこから始めてって言われたからね。もう学校を卒業して仕事したら。いや、まあ、だってそんな状況だよね。もういやでもすごいよ、これを今のうちにやってるっていうのはこれは とってもすごいことだと思うよ。必ずこれ社会に行ったら絶対に行かせるからね。英語も喋れるんでしょ。小学校からされるのか。ああそうなんだ。じゃあもう英語だって、ザベリは多分小学校から普通に英語をやるんでしょ。昔から幼稚園からじゃんか、まあ、一応そうなんだ。でも喋れんじゃん。 No 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 だっていや、お店側は本当にこれやってもらってる側はね、企業の人たちもそうだけど、こうやってまあ他はね、どういう風にやってるかは分かんないけど、うちみたいにこうやってチラシ作ってもらって、配ることまでやってもらってさ、宣伝までしてもらってたからね。チラシを作って文章も考えて、でチラシ配ってね、やってくれるっていうのを無料でやってもらえるっていうのは店としてはとってもありがたいことだからね。これ全部本来もうあのお金のかかることだからね。それをもう中学生が、中学校3年生でそれができるっていうのがすごいことだ。うわコンプトリこういうのがあるからいいんですよ、うん、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ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 、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、負けちゃう、ダメだ。ちょっとさっきのさ、じゃんけんの練習の続き。叩いてかぶってじゃんけんもんね。修行はせーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。はい、次。早いな。え、どっちも剣道部ですよ。あ、そうなの。じゃあちょっと、めーって言ってよ。もう勝ったよ。はい、俺勝ってもちゃんとめーって言うから。はい、よ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん、あいくしょ、あいくしょ、いくしょ、しょ、しょ、はい、めー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 なんだ。二人でやってもん。はい、よ、せーの、叩いてかぶってじゃんけんぽん、あいくしょ、しょ、めー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 ぜー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 。もっとちゃんと剣道部っぽくいかないとダメじゃん。はい、叩いてかぶってジャケットはいでしょ。あー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 。それは11日までそれでまとまり OK。 はい、 OK です。うちの店10月の11日金曜日に、ザビリオ学園の中学3年生の生徒さんたちがうちのお店の宣伝をするのにね、広告を配って、はいはい、中学生で広告をチラシを作ったりチラシ配りをやるとか、もう完全なるもう社会人と同じ仕事を中学生が授業でやるっていうのがすごい、すごく
ついでにね、10月24日日曜日2710月27日日曜日ザメリオバザー何時から10時10時から、2時終了、まあ、10時からやってますね。で小さい子供来ても楽しめるんだよね、はい、バザーでは自分たちで作ったパフェリンゴパイとかね、そういうのも出してますんで、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ぜひお願いします。なわけで、まあ10月のまず11日、この子たちプラス本当はもう2人ね、1人がちょっと体調で来れるかどうかっていうのもあるかもしれないけどね、来ていただくんで、ぜひ皆さんご一緒にランチ食べに11時から、その日に限っては11時からやります。はい、でランチ、うん、それ宣伝も兼ねたら、はい、じゃあとりあえずうちの店10月の11日金曜日に、ザベリオ学園の中学3年生の生徒さんたちがうちのお店の宣伝をするのにね、広告を配って、はい、でね、今その中学生でその広告をチラシを作ったりチラシ配りをやるとか、もう完全なるもう社会人と同じ仕事を中学生が授業でやるっていうのがすごい、すごく、ね、頑張ってください、はい、そして、ついでにね、10月24日日曜日10月27日日曜日ザメリオバザー何時から10時10時です。10時から、2時終了、まあ、10時からやってますね。で小さい子供来ても楽しめるんだよね、はい、そしてで、なんか このバザーでは、自分たちで作ったパフェ、パフェとか、なんか、リンゴパイとかね、そういうのも出してますんで、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、ぜひ。お願いします。なわけで、まあ10月のまず11日、この子たち、プラス、本当はもう2人ね、一人がちょっと体調で来れるかどうかっていうのもあるかもしれないけどね来ていただくんで、ぜひ皆さんご一緒にランチ食べに11時から、その日に限っては11時からやります。でランチ食べに来てじゃんけんで買ったら100円引きです。はい、生徒さんたちに広告をチラシをね、もらったチラシを持ってきてじゃんけんで買ったら100円引きになります。ぜひ皆さん来てください。お待ちします。お待ちしてます。はい、最後に原曲、はい、せーの、デューン。いや、抵抗だから。デューンね。はい、バイバイ。お待ちしてます。